島さん、おはようございます。おはようございます。朝早くからすみません。なんと今日は YouTube の新企画を持ってきました。わですね、ロングブーツのスタイリングが見たいとやっぱりたくさんコメントいただいてまして、はい、中島さんが今シーズン買ったというこちらのストレッチコンバットロングブーツで1週間のスタイリングを紹介していただきたいと思います。お願いします。中島さんの月火水木金のコーディネートをこちらのブーツに合わせてご紹介をお願いいたします。参考になるかわからないですけど、はい、ぜひぜひ、はい、リアルなコーディネートになります。ついに今日から1週間のコーディネートを紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速月曜日です。可愛いですね。今日もなんかアウター着てる。おしゃれですね。おしゃれです。しかもリュック背負ってる、はい、リュック背負ってきました。今日雨降りそうだったので、はい、ちょっと雨でもいけそうなコーディネートにしてみました。なるほど。このブーツが合皮の作りになってますの で、ね、はい、なので雨の日でも履いていただけます。でちなみにこちらのバッグも、うんうん、あのプラスダイアナといってダイアナのブランドのバッグになっております。パソコンとか、はい、あの iPad とかも入れていただけるので、うん、使いやすいですし、カジュアルになりすぎなくて、これちらもすごく愛用しています。今日のコーディネートはトレンド の、はい、あのキルティングのアウターで、うん、すごい可愛いです。はい、着てみました、はい、あとはでもカジュアルになりすぎないようにタイトスカートで合わせてみました。このスカートのブーツのレイヤードコーデもとっても素敵です。そうなんですよ。スリットからチラッと見える感じで足にピタッと沿うラインになるので綺麗に見せてくれます。秋冬はやっぱり風が冷たいですし本当に寒いので、ロングブーツは絶対に重宝すると思います。中島さんがこのブーツを選んだ理由を教えてください。はい、私がこのブーツを選んだ理由が、うん、まず一つ目にどうしても今年はロングブーツが着たかったので、ロングブーツですよね今年。今年たくさんやっぱりダイアナでもロングブーツ出てるんですけど、うんうん、この形が私は一番使いやすいなと思って選びました。この足首の部分がこんなにキュッとそれを絞られてて、うん、足首に沿うデザインになっているのと、うん、この底周りの部分も程よいボリューム感が、うん、本当にバランスが良くて、うん、パンツスタイルでもスカートスタイルでも合わせやすいなって思います、うん、おはようございます。今日は寒いですね。そうなんです。これぐらいのアウターの出番なので着てみました。もこもこあったかそう。めちゃめちゃあったかいです。かわいいです。あ、もしやバッグもこれめちゃめちゃかわいいんですよ。ダイナのバッグ愛用してます。似合ってる。かわいいです。もう本当に朝寒かったので、うんうん、今日はもう本気のアウターを着ていこうと思ってこちらを選びました。このパンツがまたおしゃれですね。そうなんです。ちょっとこれはそのゆったりめの感じで合わせてるんですけど、うん、こういった感じであのロングブーツをショートブーツみたいな感じで使うのもすごいおすすめで、あのまたちょっと雰囲気が変わるのでこういった感じの使い方もおすすめです。あとこのボリュームのあるパンツと足首のスッキリ感、はい、やっぱり大事ですね。そうなんです。やっぱり、うん、あの遠目から見た時も、うんうん、あのやっぱり足首がスッキリして見えるので、うん、全体的にちょっとアウターで重ためのコーデでもスッキリ綺麗見えしてくれるものになります。見えますね。おはようございます。かわいい。今日はジャケットとパンツに分厚いんですね。おはようございます。おはようございます。今日も素敵ですね。ありがとうございます。今日はちょっと打ち合わせがあるのでちょっと綺麗めな感じでコーディネートしてみました、うん、素敵です。パンツの分厚いもおしゃれなスタイリングです。今日は打ち合わせがあるのでちょっとかっちりめのコーディネートを組んでみました。ジャケットのセットアップのスタイルだけでも良かったんですけど、ちょっと色味を足したいなって思ったのと、少しいつものカジュアル要素も出したかったのでちょっとニットとボーダーで合わせてみました。細身のパンツをインするとこういう感じでメリハリのある感じで合わせていただくと足の音もカバーしやすいので挑戦しやすいコーディネートだと思います。ありがとうございます、はい、中島さんお疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日は作業日ですか。はい、秋冬の商品から春の商品に、うん、
入れ替えになるので、そういう時期ですよね。はい、しています。今日はそんな動きやすい作業着でのスタイリングをご紹介してもらいたいと思います。今日はこんな感じでちょっとラフにスウェットワンピースで、わー背中かわいい。結構作業があるので、うんうん、とにかく動きやすいことをテーマに組んでみました、うん、でもおしゃれですよね。おしゃれです、はい、このシアトップスのレイヤードがとても素敵です、うん、ありがとうございます。リース自体はお休みなんですけど、うん、返却とかピックアップとかでお客様と会うこともあるので、うん、なのでカジュアルになりすぎないようにちょっとシアトップスを入れたり、こういったロングブーツでちょっとカッチリ感を出してみました、うん、ロングブーツどうですか、履きやすいですか。すごい履きやすいです。本当にストレッチが効いてるので、こういった作業の日、うん、基本的にロングブーツとかは選ばないとは思うんですけど、うん、こういう作業の日でも履けるロングブーツってあんまりないので、うん、とっても履きやすいです。アクセサリーも今日は結構カジュアルでシンプルめなので、うん、大ぶりなものを選んでつけてみました。お疲れ様です。お疲れ様です。今休憩中ですか。はい、そうです、休憩中です。今日は金曜日なので、お二人とももしかしたらお出かけの予定ですか。可愛いお洋服着て、 ありがとうございます。そうなんです、めっちゃ久しぶりに、うんうん、ちょっと女子会に行こうと思います。あ、そうなんですね、はい、お二人とも同期ですもんね。そうなんです。じゃあ早速なんですが、お二人の今日のじゃあ女子会コーデも一緒にご紹介させていただいてもいいですか。はい、ちょっと気合い入れて、はい、おしゃれしてきました。楽しみです。ありがとうございます。今日は女子会ということで、はい、華やかですね。はい、ケープコートも結構多くって、うん、今年いろんなところでも出てるかなって思うんですけど、うん、難しそうには見えるんですけど、うん、こういう感じのアイテムが一個あるだけでちょっとおしゃれな感じになるかなと、うん、おしゃれ感がやっぱりすごいですよね。おしゃれですね。でやっぱりこのストレッチコンバットブーツを合わせることによって上のボリューム感と足元のバランスを取るみたいな感じですね、はい、そうですね。基本的には結構やっぱりそのこのロングブーツ履くときはそういうメリハリのある感じでコーディネートするのがおすすめですね。斉藤さんのレイアウトですね、かわいい。そうですね、今年ジレコーデ流行ってるのでちょっと女子会なのでちょっとトレンド感意識してみました、うん、かわいい。こうやってやっぱり白のアイラインが出ることによって全身のバランスほんとすっきりした縦長効果、うん、低身長さんには、うん、あ、そうですね、大事ですよね。おすすめのスタイルに見えますね、うん。私もこのスクエアトゥショートブーツ、うん、実は3色、うん、もうプライベートで購入してて、ブラウンとこちらのダークベージュと定番のブラックで持ってるんですけど、うん、すごい履き回し。コーディネートに合わせていつも使いました。コーディネートできますね、それで。あ、バッグもそうだ、可愛いバッグ持ってましたね。バッグも、はい、片押しの小ぶりのちょっとエレガントなバッグを合わせてみました。女子会にぴったりやね、はい、なんか本当アクセサリーみたいな感じで持てる可愛らしさ。女子会なので、うん、さらっとワンポイントで持っていただけるようなバッグだとおしゃれ感が出て可愛いかなと思います。すごい素敵です。鹿島さん、1週間ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当にこのストレッチコンバとロングブーツ本当可愛かったです。1週間いろんな着こなししていただいて本当勉強になりました。ところどころ参考にしていただけたらぜひありがたいです。でも本当になんか、うん、コーディネートの時もすごいなんか使いやすって思って、ね、ワンピースでもパンツでも、うん、なんかハーフパンツでもいけるし、うん、これは買いだなって本当に思いました。実際買ったのでぜひ試着だけでもしてみてください。ありがとうございます。皆さんもご視聴最後までありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。高評価お待ちしてます。お待ちしてます。それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。良い一日を。良い一日を。